マレーシア・マラッカ海洋博物館にあるエンリケ像マラッカのエンリケは1511年から1521年までフェルディナンド・マゼランに奴隷として仕えたマレー五県出身の男性である。電気作家ステファン・ツバイクによれば人類初の世界一周者である。マレー五県で生まれたエンリケは1513年マゼランの奴隷としてマラッカから西回りで ポルトガルに渡った。1519年からのマゼランの西回りの世界就行に同行したエンリケは、1521年、フィリピンのリマサワ島で、自分の母語マレー語が通じる住人と出会った。スバイクは、この時がまさに、歴史上初めて一人の人間が、世界一周を成し遂げた瞬間であるというのである。スバイクが言うには、エンリケは、マレー語圏を出発して、 地球を西回りに回って、マレー語圏に戻ったということである。しかし正確には、フィリピンは、エンリケの故郷であるマラッカもしくはスマトラより、東方であり、また、マレー語圏でなく、交流により、マレー語を介する人間がいる地域に過ぎず、地理的には、世界一周には、少々不足している。ただ、 マゼラン艦隊から離脱したエンリケが生まれ故郷に戻った可能性はあり、その場合は真に世界一周した最初の人物であると言えるが、記録は残されていない。確実な記録のある初の世界就航者は、マゼラン艦隊の生き残りである、セバスティアンデール・カーノやアントニオ・ピガフェッタラ18人である。エンリケの出生等は不明であるが、 マゼランの1519年の遺書によると、マラッカ生まれ26歳であるとしているので、1494年頃に、マレー語圏で生まれたと考えられる。マゼランが、ポルトガル艦隊の一員として1505から1513年東洋に、赴任した中で、1511年のマラッカ攻略の、こで、マゼランに与えられた奴隷とも、マゼランが買い取った、ともされている。エンリケは 彼を捕らえたポルトガル人によってキリスト教徒として洗礼を受けており、ポルトガル5名エンリケが洗礼証明書に記されている。彼の名はピガフェッタの著作マゼランの遺書及びインディアス貿易賞のマゼラン遠征に関する公式文書に記録されている。エンリケという名前は彼が捕らえられた日が7月13日、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の 生命祝日であることを意味している。この日付はアフォンソでアルブケルケに引きられたポルトガル人たちがマラッカへの攻撃を開始してから数日のことであった。マゼランはエンリケをマラッカの先住民であると断定している。ただし1519年からのマゼランの世界一周探検に同行したイタリア人アントニオ・ビガフェッタによればエンリケは スマトラ出身であるとされる。ビガフェッタは、エンリケを、ヘンリックと書き記している。エンリケを直接知る者の報告は、マゼランの遺書の他には、アントニオ・ピガフェッタ、ジネス・デ・マフラ、ジェノバ人の水先案内人、アントニオ・デ・ヘレーラ、フワン・セバスティアン・エルカーノ、バルトロメ・デ・ラスカサスによるものがあり、二次、情報源としては、ジョアン・デ・バロス、フランシスコ・ロペス・デ・ゴマラなどが、 エンリケを奴隷とみなしている。マゼランが1519年、世界一周の航海に出る前に書いた遺書においては、エンリケについて、私の死去の日以降、マラッカの町の生まれでほぼ26歳になる、私の捕虜であり、奴隷であるエンリケは、奴隷たるの一切の義務ないし服従から解放され、その後は、彼の意のままに行動してよろしい。 さらに私の遺産の中から現金で一万マラベリを生活扶助として彼に与えたいと思う。彼がキリスト教徒になったゆえに、また彼が私の魂の平安を祈ってくれるように、私はこの遺産を彼に送ることを保証する。と書き残している。マゼランが1521年4月27日幕単位をラプラプとの戦いで戦死したときは、 エンリケはマゼランと共に戦って負傷している。これらのことからマゼランの生前にはエンリケはマゼランに極めて忠実に仕えていたことが伺える。エンリケはマゼランがヨーロッパに帰る際にまたマゼランが東インド諸島への西回り航路を探検する際にマゼランに従った。彼は奴隷権通訳としてスペインのために働いた。ジネスでマフラは 最初の著書でエンリケのマレー語能力が探検の完成を決定づけるものであったと述べている。マフラはマゼランは部下たちに彼らが目的地に着いたことを告げた。ヘレディアなる船員を上陸させ現地住民を捕らえさせたところその住民はマレー語、すなわちマレー半島の言語を介したと記している。その島はフィリピン諸島の島で捕らえた住民は マザウアの先住民だと分かった。マフラはその場所、ミンダナオ島であるとした。ジェノバ人水崎案内人は、スペインへの報告書の中で、エンリケは、マクタン島における戦闘においてマゼランと共に死んだ、ため、セブに戻った際には、通訳がいなかったとしている。実際には、エンリケは1521年5月1日時点で、生存しており、セブ王が、 スペイン人日光を招いた共演に参加している。アントニオ・ピガフェッタの記録やトランシルバーノの聞き取りによれば、マゼランが戦死した幕担当での戦闘で負傷したエンリケは、艦に戻っても通訳の仕事を放棄して横になっていた。そこで、マゼランの後を継いだ艦隊の指揮官デュアルテバルボザは、エンリケに主人のマゼランが死んだからといって自由になったと思ったら、 大間違いだ。スペインに帰ったら未亡人のベアトリス様の奴隷になるのだ。今上陸しなかったら、無知を食らわすぞと脅し、エンリケは、セブ王のもとに使わされた。戻ってきたエンリケは、セブ王が、艦隊幹部を宴会に招待していると報告したが、それは罠であり、宴会に出席した、バルボザイカ艦隊幹部約30人は、全員殺されることとなってしまった。 ピガフェッタや同行の乗組員の推測では、エンリケがセブ王と測って、マゼランの死後は自由にするというマゼランの衣装を無視して、自分の解放を認めようとしなかったバルボザに復讐を遂げたのだとされている。その後のエンリケの消息はわかっていない。ありがとうございます。